お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。こんなに教えてもらえるのか。先生の強さの秘訣を俺にも聞かせてくれ。え？誰？ジーナスだ。まあいいだろう。心して聞け。危険だ。こいつらにそんなことを教えていいのか。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。トレーニング？改造手術、遺伝子操作でもなくトレーニング。一体どんな。いいかジェノス、続けることだ。どんなに辛くてもな。俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べる。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほどつらい。1日くらい休もうかとつい考えてしまう。だが俺は強いヒーローになるために苦しくて地ヘドをぶちまけても毎日続けた。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てたら腕立てを断行した。変化に気づいたのは1年半後だった。俺は剥げていた。そして強くなっていた。剥げるくらい死に物狂いで己を鍛え込んだ。それが強くなる唯一の方法だ。新人類だの進化だのと遊んでいる貴様らと決してここまでたどり着けん。自分で変われるのが人間の強さだ。なんだと。こいつ本気か。